はい、それでは本日は二級建築施工管理士の学科試験平成27年問47番施工鉄骨工事について解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄に記載されておりますのでそちらからご覧ください効力ボルト摩擦接合に関する記述として最も適当なものはどれか1摩擦面をブラスト処理する場合はサンドブラストとするえこの問題は、えー、不正解です結論から言うとこれは、えー、グリッドブラストもしくは、えー、ショットブラストで行いますまず、えー、この問題に入る前にですね 効力ボルト摩擦接合が、えー、主になってくる問題なんですけども、これは何かというと、このように母材と母材をこの効力ボルトでガッとくっつけたときに、えー、この摩擦面ですね。この摩擦面を使って接合するものになります。この摩擦面を作ることによって抵抗力が上がります。逆にここが、えー、とツルツルの場合だとで力が出ないということですね。なので力を、えー、得るために、えー、ザラザラにするためにですね、は、えー、ブラスト処理といって、トップを吹かしてこう。 まあ、弾を当てたりするという流れになります。それで表面をザラザラにしていくというのが今回の流れになります。1番の問題に関しては、サンドブラストをすると書いてあるんですけども、このブラスト処理に関しては3種類あります。まず、ショットブラスト、細かい弾を噴射する。これがショットブラストですね。そして、グリッドブラストというものは、尖った小さいもの、鉱材ですね、を噴射すると、尖ったやつを噴射する。そして、サドンブラスト、 サンドブラストに関しては砂を噴射すると。この3パターンがあるという流れになります。えー、今回の問題、えー、サンドブラストと書いてあるんですけども、えー、鋼材の摩擦面をブラスト処理する場合は、ショット,ブラ,トッブ,ラ、えー、ッブラスト、グリッドブラストで行うという流れになります。このサンドブラストに関しては、まあ、ガラスですね、すりガラスなどに使用され、まあ外、外から中に見えない、あの、なんて言んですかね、えー 奥奥っていうか中が見えないようなザラザラの、えー、とガラスにする。まあ、そのような、えー、透視性を低下させるような、まあ、ガラスを作るために、えー、サ,ドンブサンドブラストっていうのは使われますので、まあ、こちらも覚えていただければと思います。えー、今回の問題に関してはショットブラストもしくはグリッドブラストを使わなければいけないので1番に関しては不正解となります。それでは2番自然発生による場合、アタツ面のサビの発生状態は 鋼材の表面が一応に赤く見えるる。程度とするこの問題は正解です。この自然発生という言葉なんですけども、こちらは自然に錆びるという流れになります。錆びるとザラザラになります。なので、このような鋼材に関しては、抗力ボルト摩擦接合のこの摩擦される接合部分に関しては、赤錆びが発生した場合、もしくはブロスト処理をしたものを標準として使われるという流れになります。なので、今回の問題に関しては、鋼材の表面が一様にこの赤くなると。 な,なる程度と書いてあるので、えー、この2番に関しては正解となります。それでは3番。ナット回転法による締め、えー、本締めにおいて、回転量が不足,する不足しているボルトは所定の,回転,量の回転量まで追い締めをする。この問題は正解です。まずこのナット回転法というものは何かというと、えー、六角効力ボルトでえナットを締め付けるということですね。効、まあ、力ボルトで締め付けるだけなんですけども、まあ、このように効力ボルトがあって、 えー、ナットがありますそして座金があるという形ですねなんでこれ上から見たらこう回転させるという流れになりますでですね、まあ、一時締めというものを行ってそこからまあ本締め、えー、ラストの締めを行うんですけどもまあ、この本締めにおいて回転力不足している場合では、まあ、回転量を増すためにさらに、えー、追い締めをするという流れになるんですけどもまあ、最初にギュッと締めてからマーキングというものを行います このマーキングを行ってからえ次にさらに本締めに入るということなんですけどもこのように時締めでここに全部線やってから本締めでグイッともうちょっと曲がるようにするという流れになりますなので、まあ、このように、えー、もし全然回転数が不足している場合に関しては所定の回転量が得られるまで、まあ、さらに締めるというのは、えー、今回の問題あ、えー、っておりますのでこの3番に関しては正解ですそれでは4番 ナッットトトと座金ににりりが生じた場合は新しいボルトセットに取り替えるこの問題は正解です。この新しいボルトセットへの取り替えなんですけども、まあ、基本的にはこのようにえ問題は、ナットとザガネ、これが一緒にこう回ってしまうということですね。まあ、回ってしまうと、なかなかギュッと強度が出なくなってしまうという流れになります。なので、ナットとえボルト、 もしくはザガネ等がとも一緒に回った場合や、あとはナットの回転量に異常が見られた場合などに関しては、新しいセットに取り替えるというのが一番いい方法になります。なので、このような場合ですね。あとは予兆が課題になったりとか、過小になったりする場合に関しては、もう一度新しいボルトセットの絵の取り替えを行うという流れになります。なので、この4番に関してはこちらのことを言っておりますので、正解となります。以上のことから、今回は3番あ、1番が間違えているので、1番答えとなります。